長渡橋長渡橋の秋の様子長渡橋は、阿武川、上流、山口県山口市、阿藤及び、萩市川上に位置する峡谷である。全長1 2トル。木願や滝、深淵など変化を織りなす気象として知られ、国の名称や長渡橋県立自然公園にも指定されている。中世大白秋の流門岩湿業海岸や、低イサ溶岩から形成されており、 断崖を形成する。命名者は、郷土の画家、高島北海であり、また詩人、中原中也もこの地を絶賛した。継承地は、個性的な名前で、先進郷や竜宮淵、川嘘淵、暗がり淵などの名所がある。先進郷には、中原中也の死費が立つ。この先進郷から竜宮淵まで5 5キロメートルの、 観光遊歩道が設置されており、ハイキングやトレッキングのメッカとなっている。長戸橋は、春は桜、夏は避暑地、秋は紅葉と四季を通じて楽しむことができ、年間60万人以上の観光客が訪れる観光スポットでもある。日本語大名橋の一つに数えられることもある。山口市川の入り口は、JR 山口線長渡橋駅の前にある道の駅。 長戸京、萩市川の入り口は、阿武川ダム上流の竜宮淵であり、双方とも駐車場が完備してあるが、国道9号に面している、山口市川の方が年間を通じての来客が多い。阿武川で採れる鮎は、長戸京の名物になっており、竜宮淵入り口周辺には、鮎料理の店が並んでいる。またシーズンには、鮎祭りが行われ、多くの観光客が訪れる。 ありがとうございます。